こんにちは。阿部慎吾であります。今日平日、大変お忙しい中、お出かけできる時間に、こんなにたくさんの皆様、名古屋から時間まで、このお気持ちで、外交に足を運んでいただきまして、誠にありがとうございました。ただいま、中尾隆候補より、魂の訴えがあります。皆さんどうでしょうか。この地域のために、日本という国のために、誰が必要か、明らかになったじゃありませんか、皆さん。この大阪には今、地震旋風という大きな風が吹いています。残念ながら、マスコミもこの風を吹かしている。これにこうするのは、そう簡単なことではありません。まあ、しかし、そもそも、中尾隆候補、私と違って、父親が国会議員であるわけでもない、親戚に政治に関わる人もいない。しかし、やっぱり国民の生活を守りたい。やっぱりもっと社会保障を充実をさせ、一人一人の生活をきめ細かく支えていきたい。その信念、その信念で、この世界に飛び込んだ男、この日本でここまで頑張っていきました。そして皆さんが、ずっと背中を押していきたいなんです。私は、長岡隆ほど無鉄砲の男を見たことはない。あの、ウイグル人権決議においても、飛行機が取りようと恐れずに言うべきことを言う、すごいじゃありませんか、皆さん。それがどんなに日本に大きな影響を持っていようとも、たとえ自分の出世に大きなマイナスになろうとも、言うべきことはもう、今、日本が今日としてるんではないでしょうか、皆さん。まさに長岡隆、戦う政治家ですよ。言うべきことを言う、ここ一番、地域のため、国民のため、国のためとなれば、我が身は捨てて戦い抜く、この長尾隆、どうか皆さん、再び国会に送っていただきますようによろしくお願い申し上げます。